いいですね、これ。なんか、ドロッとするよね、ドロッというか。そうですね。はい、というわけで今日も始まります。まあ、このイコットニコットの裏に来てるんですけど、まあ、この付近にあのラーメン屋があると。麺王だったかな、ここまだ行ったことない感じかな。ちょっと今日はそこに行ってみようかなと思います。で、こういう路地裏があるんだ。ここに、なんかラーメンの匂いが、ここかな、この裏かな。中華料理屋あったんですけど、え、多分この裏というか表のそこかな、通路になってるんですね。なんとなく今日場所が分かったんで、ここやな。今日はこちらに行こうかなと。うわ、激辛を、ライスおかわりしよう。激辛をやばい。ちょっと入ります。激辛をね、ちょっと一緒に。そうなん、そんな感じは片面かな。そういうこと。すごい感じになってます、今日は。でも麺とかいろんな麺があるんだね。その辛麺っていうか、その辛が、あー、なるほど。もう器からしてなんか辛そうなイメージが、白と赤ってなんか、そこに辛い感じを持っていく。ああ、そうなんだ。麺も、ね、唐辛子麺と。来ましたね、これ。いやー、もうこれね、いいですね、これ。もう見た感じね、辛さが伝わりますね。もうこれだけの器、このための器なんだとかなと思ったんですけど、これももう徳島ラーメン器という。はい、これ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあちょっとね、
うわ結構ねドロッとしてるね。やっぱ徳島ラーメンだからこそちょっとなんかドロッとするよね。ドロッというかさらっとね。おーこれ見てください。普通のノーマルじゃん。スープの元は一緒なのかな。一緒。そこにこれ色がね、これ伝わるかちょっと分かんないですけど、このライトがちょっとね柔らかいライトなんで、なんかそのなんだろうな、ライトと色が重なり合ってなかなかその辛いっていう色なんかちょっと分からんけど、でも普通に見たら白いライトで見たらすごい真っ赤じゃないけど、ちょっと伝えにくいんですけど、すごい唐辛子の匂いがねするということで、ちょっとこれいただこうかな。ラーメン、辛いですよね。顔が引いちゃうなと思ったより辛い。食べれない辛さじゃないけど辛い。やばいね。やばいよ。辛いものって聞いたんだけど、辛いからお水飲んだら余計になんか辛く感じるらしいね。ちょっとごまかしになるかなと。いや、まずこれ。ああ。体張って。いただきます、この餃子。なんかね、この辛い味覚のままいるから、熱いのも辛く感じちゃって、わかるかな。いただきます。改めまして、ちょっとワンクッション置いた感じで。なんか登山する感じ。一歩一歩が重い。だって頂上が。頂上が。そう。卵をね、片手でちょっとマイルドになってくれたらなっていう、ね、お店には申し訳ないですけど、申し訳なかったんですけど、やっぱり、チェーン店というかそういうお店なんで、辛いって言ったらちょっぴり辛いとか、お客様のこと考えてねだと思ったんですけど、ほんまに辛すぎて前になかなか進めないと。でも絶対食べれんってわけじゃないんで、まあ人それぞれだと思うけど。いやいや食べましたよ。お疲れ様でした。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。やっぱりね、舐め切ってましたね。なんか、まあちょい辛ぐらいかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ激辛という、めちゃめちゃというか、まあ食べれるラインでの激辛というね、個人的には思ったんですけど、まあそういうことで今日は、ご紹介させていただきました。だからこれからね、また1月ぐらいから、またこの辛麺をね、ピックアップしていくということを、言っとったんで、まあ、これからどんどん流行っていくかと思います。じゃあそれではね、またご視聴お願いします。今日はちょっとこれ食って帰ります。うわっ、うん。
ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。